コーニッシュリビエラエクスプレスのヘッドマークコーニッシュリビエラエクスプレスは1904年からロンドンとコーンウォールのペンザンスを結んでいるイギリスの急行旅客列車であるグレートウェスタン鉄道が最初に運転を開始しロンドンのパディントン駅を午前遅くに出てペンザンス駅まで運行する列車にこの名前が付けられその後国有化されてイギリス国鉄となり民営化されて ファーストグレート、ウェスタンとなっても2回の世界大戦中に一時的に運転を中止したのみで運転が続けられている。またペンザンスからロンドンまで午前遅くに出発して走る急行列車にも同じ名前が付けられている。その性能と宣伝により、高日シュリビエラエクスプレスはイギリスでもとても有名な列車となっており、 その象徴的な地位に押し上げることになった1930年代におけるグレートウェスタン鉄道の宣伝で特に名高い。パディントンとペンザンスの間の直通列車は1867年3月1日から運転開始し、この中には10時15分発のコーニッシュマンや11時45分発のフライングダッチマンなどの急行列車も含まれていたが、 所要時間はなお9時間かそれ以上を要していた。グレート・エースタン鉄道は、より停車駅の少ない新しい急行列車を計画し、1904年7月1日に運転を開始した。ロンドンを10時10分に出発し、ペンザンスには17時10分に到着するように設定されていた。列車は、食堂車を含めて6両編成で、さらに1両がトゥルーロで切り離されて、 死線の列車に連結されてファルマスまで行くようになっていた。他には、デボンのプリマスノースロード、ヘルストン支線向けにグーイニアロード、セントアイブス支線向けにセントエスに停車した。袋の列車はペンザンスを十時に発車し、追加でデボンポートにも停車した。ザレールウェイマガジンの1904年8月号において、列車名を選ぶ公募が行われ、 賞金としてサンディニーが提示された。1286通の応募の中に、ザコーニッシュリビエラリミテッドとザリビエラエクスプレスという2通の応募があり、これらが組み合わされてザコーニッシュリビエラエクスプレスとなった。しかし鉄道関係者は単にザリミテッドと呼ぶことが多かった。最初の2年間はカキのみしか運転されなかったが、3年目からは通年運転となった。 1906年にラングポートキャッシュする KD 鉄道が開通して距離が20.25マイル短縮されたことにより、ペンザンスキ時刻を保ったままパデントンを20分遅く出発することができるようになった。同時に新しい全長68フィートのコンサーキな型客車が用意された。また、ウェーマス、マインヘッド、イルフラクーム、 ニューキーといった休暇の目的地向けに列車が走行中に客車を切り離していくことができるスリップコーチが追加され、ダートムーアの南側、デントニアラ・ッタリーの勾配を登るために補助機関車を連結するニュートン・アボットまではノンストップで走るようになった。第一次世界大戦の半ばまでには列車は14両編成にまで成長し、夏の土曜日には2列車に分けて走ることさえあったが、 1917年1月に戦時経済上の理由で運転中止となった。列車の運転は1919 19年夏に再開されたが、まだ毎時60マイルの包括的な速度制限が適用されており、戦前のダイヤに復帰するのは1921年秋を待たねばならなかった。1923年には新しい構成客車と、 さらに重要な4073型蒸気機関車が導入された。キャッスル級はイギリス最強の蒸気機関車と宣伝された。これにより補助機関車の連結のために停車する必要がなく、プリマスまで走れるようになり、スリップコーチを使うことでキャッスル型の限界である310トンに列車の重量を抑えられるようになった。しかしキャッスル級の優位は、 1926年に登場したサザン鉄道のロードネルソン級が引っ張り力で上回ったことからあまり長く続かず、特に西部方面への重い休日列車の牽引を想定して6000型が開発されることになった。キング級が1927年に投入されたことで、列車の重量が360トンに重くなってもなお、プリマスまで4時間で到達することが可能となったが、 機関車の重量が増加した。1935年には9フィート7インチ幅のセンテナリー型客車が導入されたが、第二次世界大戦までの間にはこれ以外にはあまり重要な変化はなかった。第二次世界大戦の勃発とともに西部へ向かうすべての列車はブリストル経由に変更され、コーニッシュリビエラエクスプレスの出発時刻は14時35分に変更された。 しかし10月にはまた10時30分に戻されて、エクセターが最初の停車駅となった。1941年夏には誰もが夏の一時的な休暇を西部で過ごしていると思われるような状況となり、コーニッシュリビエラエクスプレスは5本の列車に分けて運行されるようになり、それぞれペンザンス、ペンザンス、ペイントン、キングスウィア、ニュートンアボット駅となった。 皮肉なことに、コーニッシュリビエラエクスプレスは、戦争期間中はずっと運転が続けられたが、九百四十六年から九百四十七年にかけての冬には、石炭不足のために運転中止となり、翌年夏になって再開された。しかし、鉄道が国有化された後、九百五十五年近代化計画が発表された九百五十五年秋になるまで、 戦前のダイヤには復帰しなかった。1950年代末に牽引する機関車がディーゼル機関車に変更された。1964年に52型が導入されたことで500トンの列車を引いてト温トンに追加停車を行ってもなおプリマスまで4時間の所要時間を維持できるようになった。52型からさらに50型に置き換えられ、 エアコン付けのマークに客車を牽引するようになる1977年までには、プリマスまでの所要時間が、さらに短縮されて3時間35分となった。これらの車両は1981年秋に、インターシティ125に置き換えられた。イギリス国鉄の民営化後、ファーストグレートエススンが運行している。なおインターシティ二十五を使っているが、過去十五年を経て、 改良作業が進められている。すでに、キング級が、高日シュリビエラエクスプレスを牽引していた31年間に到達しつつある。アクトン付近において、4000系の4038号、クイーンベレンガリア牽引ロンドン行き、高日シュリビエラエクスプレスを牽引している。最初の列車は3700系の車軸配置4から、4から0の機関車が牽引しており、この中には、 翌日からの営業運転のために客車を1904年6月30日に改装する際に特別なデモンストレーションの列車を牽引した3433号、シティオブバースも含まれている。初期の列車はより大型の2900型が牽引したこともある。1907年には4000型がコーニッシュリビエラエクスプレスに導入され、 さらに1924年には4073型で置き換えられた。機関車は通常プリマスで交換され、コーンウォールでは地元の機関車、シティ級あるいは3252系、後には4900型などが牽引した。1927年には新しく製作された6000系の牽引となったが、重すぎてロイヤル・アルバート橋を渡って、コーンウォールへ入ることができなかった。 1952年には、プリマスより西で短期間だけ、イギリス国鉄7型蒸気機関車が列車を牽引した。他社から貸し出されていた機関車が、この負担の大きな列車で何度も試験された。ロンドンノースイースタン鉄道の AHK4474 号、ビクターワイルドは1925年に試験され、また1948年と1955年には、 旧ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道のコロネーション級が同様に試験された。コロネーション級の2回目は46,237号のシティオブブリストルによるものであった。1956年にキング級は改造のために一時的に運用を外れ、プリンセスロイヤル級とコロネーション級の46,207号、プリンセスアーサー・オブ・コンノート46,210号、 レディパトリシア、46,254号、シティオブストーク、オントレント、46,257号、シティオブ、ソルフォードが牽引した。1958年に41系ディーゼル、機関車によってディーゼル化された。しかしこの41型は十分な信頼性がなく、1960年までには42型に変更された。 52型が1964年から牽引するようになったが、1968年から1970年までは42型に戻り、この時は重連運転であった。52型は電気暖房の設備がなく、エアコン付けのマークに客車が1975年に導入された際には50系の牽引に置き換えられた。この機関車は当初名前がついていなかったが、すぐに、 ウォーシップという名前が与えられ、41型と同じ固有名がついた車両もあった。47型も1970年代に時折牽引した。1979年8月5日に、コーニッシュリビエラエクスプレスを最後に牽引したのは5039号、インプラカブルであった。翌日から43型を動力車とする、 インターシティ125が導入された。それ以来、インターシティ125は、性能、編成ともにほとんど変化なく、使われている。列車の所要時間や、停車駅の変遷を示す一例として、代表的な時期の時刻表を示す。時刻は、ロンドン発ペンザンス域の平日のものである。スリップコーチや、分割編成はここに含まれていない。 ボドミンパークウェイ駅に改称されている、高日シュリビエラエクスプレスに加えて、グレートウェスタン鉄道は、高日シュリビエラを他の手段でも宣伝した。まずあなたの国を見ようというスローガンを使ったポスターで、コーンウォールの気候をイタリアに例え、また、コーンウォールとイタリアの地図を比べて、それぞれの地方の形の類似性を示してみせた。高日シュリビエラの景色や地図を示したハガキも、 制作された。高日シュリビエラという題名の一連の本も発行された。最初の本は1904年に出版された152ページのもので、鉄道会社が発行したものとしては初めてであり、AM ブロードリー作で何回か改訂され、1926年まで5つの版で発行された。これを要約した36ページのブックレットも制作され、 海外向けに無料で配布された。1928年にはこの本の新しい版がピーター・マイスによって書かれ、1929年から1934年にかけて改訂版も発行された。高日シュリビエラエクスプレスを取り上げた他の宣伝としてはジグソーパズルや興味を持った人たちが借り出してみることのできるスライドなどがあった。ありがとうございます。